こんにちは。よそやマスターです。えー、今週はですね、第156回天皇賞秋についてお話をしたいと思います。えー、天皇賞ですが、えー、フルゲートですね、18頭とですね、やはり北山ブラックが宝塚記念を破れたことによって、えー、まあ人気が割れる混戦模様かなと。あとはですね、今週もですね、実は先週と同じく台風の、えー、接近する可能性があるということで、えー、それも踏まえるとですね、馬場状態も含めかなり混戦模様なのかなというふうに思っております。えー、それでは過去のレストを順番に振り返っていきますが、えー、一つ目は宝塚 記念ですね、でこのメンバーからはですね勝った里のクラウンまあちょっと下もいるのですシャケトラとかレインボー,レインボーラインあとまあ北三ブラックあたりもいるんですが、まあ、勝った里のクラウンとですねちょっと前惨敗した北三ブラックあたりを中心に見ていこうと思いますでまずですね北三ブラックなんですが断然人気ながらもですね、まあ、短期逃げ濃厚かなというメンバー構成だったんですがうちの馬がですねやはり北三ブラックに楽にいかせてはです、ね、競馬にならないということでうちからちょっと2頭が競っていたこともあって。 3番手の外目とでそこからです、ね、この、えー、宝塚記念に関しては全く伸びを欠いての9着というところですね、まあ、これはです、ね、あのやはりまあ春のです、ね、大阪杯天皇賞とです、ね、2戦、高、え、走、ー、してです、ねまあ、疲れがあったという見方もできますがやはり一番大きな原因はです、ね、この馬、まえー、やはり拉致沿いをうまく走った時しか高走していないのでこの外目を1周回らされたというのがです、ね、やはり、えー、大きな影響を与えたのかなと思います。なので、えー今回 今回です、ね、4枠7番で,です、ね、うまく拉致沿いで2ゲーマーのです、ね、ロードバンドールを生かして離れた2番手で追走できるかどうかあんまり外を回りすぎないかどうかっていうところが一つのポイントになってくるのかなと思います。 で勝った里のクラウンはですねその外目を回っての一着ということですねやはりこの湿った馬場も得意ですし力さえ発揮できれば g 1級の能力を秘めているってことを証明したのかなとただまあこの馬の場合ポカもかなり多いので休み明けで今回どう出るかっていうのはちょっと判断が難しいところかなという感じがします 次ですね。札幌記念ですね。で、このレースからですね、桜アンプルールとですね、まあ、断然に生きて敗れた山勝エースですね。この2頭が出走していくると。まあ、ちょっと下見るんですけどね、ロードバンドアだった見るんですが。まずですね、ロードバンドルが逃げたんですが、この札幌のこの日はですね、極端にインコースが有利でした。それを逃げて負けたロードバンドルはまあ、ダメなんでしょうが、その中段のインコースにいてですね、差し切ったのが桜アンプルールと。 でかつ、ですねやはり人気の分ですね山勝エースは早めに外に出して終始、外を回らされていたとでこれのですね3着なので着差、えー、の0.2差を考えるとですね今回はやはり山勝エースが先に来る可能性が高いのかなという感じがしていますなので札幌記念組ではですね山勝エースだけちょっと注目すればいいのかなというふうに思っております。 次、オールカマーですね。で、このメンバーからはですね、えー、2着のステファノスが出走してくると。で、まあ、このレースもですね、若干ですね、えー、札幌記念ほどで,です、ね、若干インコースが有利ではあったものの、まあ、この内側を通ったのがですね、えー、勝ったルージバックなんですが、1等分外を回らされたこともあってですね、えー、2着に敗れてしまったと。まあ、あの内容的にはですね、そんなに差がないのかなという感じがします。なので、えー、このですね、 えー、2着に敗れたステファノスもです、ねまあえー、この天皇賞になるとです、ね、必ず好走するタイプでもあるのでやはり府中の2戦では要注意の一投かなと思います。 最後ですね、毎日王冠ですね、東京の開幕中に行われたんですが、この時はですね、ソウルスターリングが断然人気だったんですが、まあ、ちょっとこのレー,スレースかなり上位メンバー出走してくるんですが、ソウルスターリングがですね、いつもと違う戦法ということですね、まあ、1枠1番も引いていたこともあって逃げたんですが、えー、もう4個、まあ、直線ですぐいっぱいになってしまっての8着と。でこれ評価分かれるんですが、えー逃げ、逃げるいつもと違う競馬で目標になってしまっての8着と見るか、開幕中でこのペースで逃げた8着はやはりですね、コバ一は通用しない。 そこら辺はちょっと評価が分かれるところかなというふうに思いますで対してです、ねえー、勝ったです、ねえー、リアルスティールはです、ね、あのもう先行の6頭を見る形で7番手でポツンと1頭で非常に気分よく走っているのは1着と。 いうことなので、まあこれレース内容だけ見るとですね、やはり2着のですね、里奈良人の方が、えー、強い筋、えー、量差もありましたし、えー、コース取りも考えると強いという見方ができるのかなという感じがします。であとですね、グレーターロンドンは3着なんですが、これはですね、ここあのちょっとですね、あの前が詰まっていって、 一旦、えー、下げられてのです、ね、それで外に巻き返しての追い込み競馬なので、えー、着差ほどは能力差がないという見方でもいいのかなという感じがしていますなので、えー、スムーズな競馬ができればもうちょっと走ってもおかしくないのかなただまあ金利を考えてですねやはり里奈良人がこの時は強かったとで問題は里奈良人がですね馬場が湿った時にですねどちらかというとこのいつもかなり切れるタイプのタイプ馬なので、えー、その雨が湿ってですねかなり馬場が悪くなった時にどうなるかっていうのはちょっと、えー、そこの判断が難しいのかなという感じが 展開をお見せしながら解説をしますと、えー、ロードバンドールが多分逃げを打つでしょうで2番手にです、ねえー、これが離して逃げたところに北サンブラックとネオリアイズマたりが追走するとなので、まあ、前残りの展開、あのー、今週からコース代わりかつです、ねえー、雨で湿って追い込みが届かなければこちらというふうになるんですが、えーまあ、ちょっとそれは、ね、こればっかりはですねちょっと競馬を見あの馬場を見ないとわからないのかなという感じがしています。 ちょっと1番から見ていきますが、サクラアンプルール、これ1枠引いたのはいいですね、札幌記念も1枠、中山記念もですね、えー、っともう本当にロスのない競馬して、うちをついたときこのまあ構想するので、うちをつくと見てはいいんですが、まあ、いかんせんちょっとメンバーが強いかなという感じがしています。 で2番、里のクラウン。これはですね、3、え、層、ー、前スマートレア。これ、スマートレア、えー、とこの後ですね、えー、このもう一つのステップレースの京都大商店を勝っていると。で、かつですね、前回宝塚記念を勝っているので、やはりデムールジョッキーで休み明けでも要注意なのかなと思います。ただ、この前、先ほどからお話ししたように、かなりポカがあるので、それをどう見るかっていうところですね。で、ネオリアリズム。これもですね、えっ、ー、と、前のりの展開、これが離して逃げてくれそうなので、ある意味、短期にリングと同じ状態になるのかなと思います。なので、えー、前が残る展開では、 注意がが必要かなという感じがしますでリアルスティール、まあ、あの前回休み明けでも、えー、当然勝っていますしもともとですね去年の内容もいいので、まあ、今年の方が順調なのでそういう意味ではですね、えー、構想して当然かなと思います。 で、5番の山勝エース。一応ですね、え、ちょっとメンバー強くはなっているものの、春先の成績、北サンブラックと、え、マ2ですし、それも外もあってですね。で、かつ札幌記念で、あの、内容であれば、え、桜アンプルールり当然高い評価が必要かなと思います。で、ディサイファーは厳しいと。で、北サンブラック